ホノルルはアメリカ海軍の軽巡洋艦。ブルックリン級軽巡洋艦の一隻。艦名は当時巡州の扱いであったハワイ州の都市ホノルルにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ホノルルはニューヨーク州ニューヨークのブルックリン海軍交渉で寄港した。1937年8月26日にヘレン・ポインデクスターによって命名浸水し、 1938年6月15日に艦長オスカー・スミス大佐の指揮下収益した。イギリスへの成長巡行後、こノルルはカリブ海で艦隊演習及び訓練に従事した。1939年5月24日にニューヨークを出港、太平洋艦隊に合流するため、カリフォルニア州サンペドロに向かい、6月14日に到着した。同年の残りは、 西海岸での演習に従事し、1940年の前半をロングビーチ沖での作戦活動及びピュージェット、サウンド海軍造船所でのオーバーホールに費やす。11月5日に新珠湾での任務のため出港し、1941年まで同地で活動する。1941年12月8日の新珠湾攻撃時、ホノルルは、 真珠湾海軍基地に停泊中であった。攻撃でホノルルは急降下爆撃を受け、250キロ爆弾一発と資金弾により、船体を消破した。修理後、ホノルルは1942年1月12日に、サンフランシスコへの船団護衛任務で出港し、1月21日に到着した。その後も、船団護衛任務で、オーストラリア、 サモアへの巡航を行い、1942年5月後半に帰国した。日本軍の北方への進出に対抗し、こノルルは同地の支援のため5月29日に出航した。アラスカ州コディアックでの2ヶ月に及ぶ活動後、8月7日に従順洋艦、インディアナポリス、ルイビルなどともにキスカ島に対する艦砲射撃を行った。この艦砲射撃による 日本側の被害は、水上戦闘機一機破損、戦死者二名であった。8月21日、アダック島に対する上陸部隊の支援を行う。同島への上陸は、アリューシャン列島への進行の足がかりであった。メアアイランド海軍造船所でのオーバーホール後、ホノルルは11月3日に、サンフランシスコを出港し、南太平洋のヌメアへ向かう船団の護衛を担当した。 ルンガオキア戦11月後半に入り、ホノルルはカールトン・エイチ・ライト少将の第67任務部隊に加わった。第67任務部隊は南太平洋部隊司令官、ウィリアム・ハルゼー大将の命を受けて、東京急行を脱線させるべく11月29日にニューヘブリデース諸島のエスピリト・サント島を出撃し、カダル・カナル島近海に急行した。 11月30日も終わろうとする、真夜中、ガダルカナル島北方のアイアンボトムサウンドと呼ばれた、海域に、東から第67任務部隊が、西から田中雷蔵少将を率いる、第2水雷戦隊の一隊が、サボ島の西南方からそれぞれ侵入した。ルンガ沖野戦は、互いの部隊が相手を探知したことから始まった。第67任務部隊の攻撃は、 相手警戒隊の駆逐艦高波を爆発炎上させた。第67任務部隊が品種の高波に気を取られている最中、第2水雷戦隊は、第67任務部隊が発砲の際に発する閃光を頼りに相手の動きを探り、第67任務部隊の射程外に達したと判断するや酸素魚雷を大量に発射。第十七任務部隊の巡洋艦は、 魚雷発射に気づかず通常の速力で航行していたため、酸素魚雷の槍ぶすまにさらされた。戦闘艦の従順洋艦、ミネアポリス及び2番艦ニューオーリンズは共に艦首に、魚雷が命中し、両艦とも艦首が吹き飛ばされ、鼻先がない面を並べるに至った。3番艦ペンサコーラは後部に魚雷が命中して、大火災を発生した。トノ艦ローザンプトンには2本が命中し、 同じ場所に命中したように見えた。当のホノルルは、ペンサコーラとノーザンプトンの間に挟まれて、航行していたが、前を航行する3隻の様子を見て、30ノットの速力で非線側に避けて、酸素魚雷の槍ぶすまから逃れることができた。アメリカ側は、輸送作戦を阻止したため戦略的に分かったものの、ノーザンプトンが沈没して、 他の従順洋艦もひどく損傷したので、戦術的には完敗した。クラワン野戦ホノルルは1943年の初頭を第67任務部隊と共にエスピリットサンと島を本拠にして活動し、東京急行を攻撃し続けた。5月にはソロモン諸島のニュージョージア島へ砲撃を行う。6月28日、ホノルルは 第36.1任務軍に加わり、その期間となった。第36.1任務軍は、エスピリトサント島を出撃し、ソロモン諸島での砲撃任務を継続した。7月4日、ニュージョージア島への上陸支援を行った後、夜になって、クラワンに入りバイロコの飛行場を砲撃したが、東京急行20時中の第3水雷戦隊の侵入に気づかず、 駆逐艦ストロングを撃撃と砲撃で失った第36.1任務軍は、ストロングの組員を救助して、ガダルカナル島沖に引き返したが、ハルゼー大将から別の東京急行の出発を知らされ、クラワンに急行した。7月6日夜、第36.1任務軍は、ニュージョージア島北方海域を航行中、輸送作戦から帰島中の、 第三水雷戦隊と遭遇した。この時起こったクラワン野戦では、ホノルルはレーダーにより、戦隊機関の駆逐艦新月及び、後に続く両風、谷風を探知。ヘレナ及び、セントルイスと共に砲撃を開始し、新月に火災を発生させて撃沈し、もう一隻を大破させたと判断した。しかし、タサファロンのと同様に新月の火災に起き 取られているうちに魚雷を発射され、ヘレナが魚雷アリブスマの餌食器となってしまった。第36.1任務軍は体制を立て直すため、引き返した。コロンバンガラ島沖海戦コロンバンガラ島沖海戦で艦首を損傷したホノルル。1943年7月20日1週間後の7月12日、沿岸監視員が東京急行の通過を通報してきた。 ハルゼー大将は、エインスワース少将に、再度の東京急行脱線を命じ、沈没したヘレナに代わって、オーストラリア系寿命館、リアンダーを編入した第36.1任務軍は、コロンバンガラ島近海に急行した。真夜中を回った頃、第36.1任務軍は、ザスロットと、あだ名が付けられた入場時や海峡で、第2水雷戦隊及び輸送隊と遭遇した。 ホノルルは1時10分、サーチライトを照射して、自身のありかを知らしめていた、軽巡洋艦人数に対して、砲撃を開始した。1110発の6インチ砲弾を消費した3度の、正射の後、人数は炎上。伊崎少将以下が、ことごとく戦死し、魚雷の命中により、船体が折れた人数は、大爆発を起こして沈没した。しかし、が的になってくれたおかげで、 雪風以下の駆逐艦は、被害なく、魚雷を発射することができた。最初の魚雷発射で、リアンダーに2本命中し、リアンダーは大破して後退していった。第36.1任務軍、第2水雷戦隊ともに体制を立て直し、第2合戦に入った。ホノルルはレーダーで新たな目標を探知したが、敵味方の区別がつかず射撃できず、この感撃をついて、 雪風以下4隻の駆逐艦は、右舷方向に発見した、ホノルルラに対して2度目の魚雷発射と砲撃を行った。エーンスワース少将は探知した目標が敵か味方か、わからないまま、腹をくくって目標への砲撃を始めた。しかしこの時、雪風以下4隻の駆逐艦から発射された魚雷が、ホノルルとセントルイスに迫っていた。回避も間に合わず魚雷は命中し、 セントルイスの艦首に一本命中して、艦首をねじり、ホノルルには艦首に一本、艦尾にも一本が命中。艦尾命中の魚雷は爆発しなかったが、ホノルルは艦首が折れて垂れ下がり、セントルイスと共にタサファロング沖の山上を再現してしまった。ホノルルはさらに前方を横切った駆逐艦グミンを踏みつぶすところだった。第36.1任務軍は、 つらぎ島に交代し、ホノルルは同地での応急修理の後、真珠湾へ向かった。8月16日、ホノルルは真珠湾に到着し本格修理に入る。その後、メアアイランド海軍造船所に開港されて、オーバーホールが行われた。1944年、メアアイランドでの追加修理後、ホノルルは1943年11月17日に、 サンフランシスコを出港し、日本に対する攻撃に復帰した。12月11日にエスピリトサント島に到着、同月後半にソロモン諸島における作戦活動を再開する。12月27日にホノルルはブーゲンビル島において、敵部隊及び橋け、補給船に対する砲撃を行う。1944年の諸島はソロモン諸島における砲撃及び、 偵察任務を継続し、2月13日には、グリーン島に対する上陸部隊の支援を行う。その後マリアナ諸島のサイパン島及びグアムに対する攻撃準備のためソロモン諸島から交代した。6月前半にはサイパン島南東部に対する砲撃に参加する。6月中旬、グアムを砲撃している間にホノルルは北西部で日本艦隊の迎撃を命じられた。 6月28日にエニウェト区間賞を液頭し、3週間の間に整備と補給を受け、その後グアム侵攻の支援を行う。8月18日まで砲撃を行い、その後フロリダ島、パービス湾に帰島。ホノルルは9月6日に出港し、ペリリューの戦い及びアンガウルの戦いの支援砲撃を行った後、同地に止まった。日本軍の抵抗はほぼ消滅し、 アメリカ海軍は自由に活動が行える状況になっていた。10月12日、ホノルルはアドミラルテ諸島マヌス島で部隊と合流し、レーテ進行支援のためフィリピンに向かった。10月19日にレーテ湾で砲撃を開始し、翌日は上陸の護衛を担当した。10月20日16時頃、ホノルルは敵来撃機を観測、敵機は魚雷を発射した。 熟練した回避行動にもかかわらず、魚雷は左舷に命中し、爆発、船体に損傷を与えた。翌日戦線を離脱したホノルルは10月29日にマヌス島に到着し、応急修理が行われた。その後11月19日にノーホークに向けて出港、新獣湾、サンディエゴ、パナマ運河を経由して1944年12月20日に到着した。 このルールは修理が行われ、そのまま終戦までノーフォークに止まる。修理完了後の大やけみは1945年10月に行われ、ロードアイランド州ニューポートに向けて出港、訓練艦としての任務に就く。1946年1月8日にフィラデルフィアに到着し、同地で1947年2月3日に退役、予備役艦隊入りした。 1959年11月17日、ホノルルはスクラップとして売却された。ホノルルは第二次世界大戦の先行で8個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。